杉山がこういうふうにやってきましたけどね、住宅地の中でございます。もともと大安寺のね中になるようなこと聞いたんだけど、どうなんだろう、ここ大安寺。大安寺の旧境内だってね、はい、ああ入れるの、入れますね、はい、失礼します。ちょっと全容がつかめないね。前方公園群なんですけどね、全長が 135m、 そんなもんかな。どうや、わかるか、わからないですかね。これでは何にもないからね。おお、鳥がドアとか飛んでいきましたけどね。ああ、ここに、ここに説明がありました。今ここには全然違うな。なるほど、全然よくは入ってんかな。あらあら。ということは右まっすぐ上がれるのかな。5世紀の後半ですけどね。うん、古墳154m、 135m っていうやつもあるし、 154m がいたらね、こう横を歩けるかな。ちょっと歩けないな。これが墳丘やな、公園部の。明日緩いね。こうですけどね、こんな感じでね、はい、こっち行ってみようか。あら、これちょっと歩けないな。これはちょっと無理ですね。頂上行けるか。いやー、これもすごいね。これ蛇がいそうな感じで知らないね、これね。奈良に蛇が多いからね。ほら、あらあら、何も思えんか。5世紀の後半ですけどね、さっぱりね形が分かりませんわ。これじゃ、これが公園部の墳丘の頂上部分の面やろ。ここ入られへんねんな。こっちがあの地図から言うとね、こっちがね墳丘部分ですけどね、公園部のね、入りませんわ。ちょっとなんかわからんかね、形がちょっとわからんとこないかな。154m でもそこそこ大きいんですけどね。わかりませんな、これじゃ。わからん、そこはそこね。これ、これ、すごいことだ。右も左も、すごいことに。ああ、こっち降りるか。作り出しがこちらの方にあると書いてあるんだけどね、わかるかね。あら、行かれへんか。残念でございましたね。ここは作り出したのがね、おお、断然行きませんわ。
や、行けないね。残念でございました。ただの早足でございました。全く確認取れずと早足でございましたね。うわすごいことになってるわ。これ見てください。これすごいこと、右も左もすごいことになってますわ。杉山君154m だったね。135m って書いてあったのもあるけどね。ここやわ、左。ここが赤草山や。ちょっとね、古墳の形がさっぱりわからないんだね。それちょっとね、不満でございましたけどね。ああ、こういうことやな。これがね、前方部で、ここからずーっとね、公園部の、こうあるってことやろね。もうちょっとわからへんけど。ただの、山なってますからね、普通の人見たら。こっち中入れんかったね。はい。154m はやっぱ見とかんなね。どっか、こっちか。こんな始まる出てきたんだよね、家形始まるとかね。これもう一回見るとこう上がったんやから、くっついて取れまへん。またこのズボンがよく続けるズボンやからね、よくやな。はい、杉山古墳でございました。大安寺の旧境内の中やったんやね。